まあ、めちゃくちゃ嬉しいです。まあ、みんなが体張って守ってくれたりして、まあ、自分はそんな大したセービングもしてないんですけど、まあ、みんなの走って頑張ってくれたので、まあ、PK 戦には結構自信があって、高校まで負けたことがなかったので、まあ絶対に勝てるなという気持ちはやっぱり、まあ、ありました。何本かは止めれるまあめちゃくちゃ気持ちいいですね叫びました、まあ、次はまたレベル5スタジアムで徳島県のチームとできるんで、まあ、そこに勝てば J1 のクラブとできるっていう大きなチャンスがあるんで、次のは無失点で抑えて絶対勝利したいと思います。ありがとうございます。まあ、きつい戦いになると思ってたんですけど、チーム一丸となって全員で守ることができたので良、まあ、かったです。まあ、相手は J なんですけど、まあ、自分たちは大学生らしく、まあ、フレッシュに走り勝つっていうの、まあ、前から引くんじゃなくて前からプレッシングしてっていうのを、まあ、試合前に心がけてました。まあ、前半終わった時に 1-0 だったんですけど、まあ、後半始まる時はまあフラットな状態でっていうので、まあ、1点取られたんですけど、まあ、また振り出しに戻っただけだったので、まあ、ディフェンスラインはしっかり、まあ、ここからまた失点しないでゼロに抑えるっていうのを心がけて、まあ、追加点も狙っていました。今度は、まあ、県じゃなくて全国のラウンドになるんで、まあ、副大、まあ、大学生らしく、まあ、どんどん勝ち進んでいきたいと思います。ありがとうございます。まあ、ここの試合で勝つために、まあ、練習してきたので、まあ、勝てたことが一番嬉しいです。まあ、そうですね、まあ、自分たちのこうミスとかで失点したわけじゃないんで、まあ、やることを変えずに、まあ、ガード張るところはしっかり張って、まあ、絶対ディフェンスラインはゼロで終わるというのを常に言ってました。まあ、そうですね、まあ、相手の時間帯の方が多かったんで、まあ、PK になることは、まあ、想定しましょう。練習は毎週毎日しましょう。まあ、しっかり、まあ、チャレンジャーとして絶対1回戦突破して次のヴィッセルで戦えるように、また明日からトレーニングしていきたいなと思います。